今年最初で最後のバスかもしれないかも。おはようございます、釣り子 TV です。本日のルアーはこちら、今かつから新しく登場したですね、ギルロイドミニ、ね、ギルロイドシリーズの中でこの一番小型サイズのこれ、これをね、もうね、すごいね、恵まれた状況で、投げてこれるタイミングがあったので、まずはこちらをご覧ください。あれだけクランキングしていい、クランキング、はい、になってますかね。なってるんだ。はい。ちょうどいい濁り釣りだからなんか、はい、打った方がいいような気がしますよね。ここ。うん。お、だ、おめでとう。ギルちゃん。一応作っときましょうね。今年最初で最後のバスかもしれないかも。ギルちゃん、ギルちゃん食べる。ギルちゃん食べますね。ああ、カンヌキ係までは行かないけど、いいとこかかってましたね。うん、ありがとうございます。ギルちゃん松本塾それ俺持ってないから。いやいやいや、塾と関係ないわ。ファーストムービング投げないですもん俺。マジこんなに。あ、でもプリってしてていいですね。お腹かわいらしいね。はーい、かわいいブルーギルルア来ましたよ。やったー、春の三島湖ギルロイドミニ、お腹ぽってりのバス。じゃあこいつはね、すぐ逃がしてあげたいと思います。松本先生ありがとうございます。これをクランク巻きしていて買って初めてだ、ダイワのジリオンね、これにメガバスのなんかシーバスの巻物ロット、この組み合わせできました。じゃあ引き続き行ってきます。はい、
というわけでね、3月中に行ったですね、松本幸男プロのね、後ろでね、動線調光っていうことで、乗っていた時にですね、これちょうど買ったばっかりだったんで、あ、どんな感じなのかななんていう風にね、思って投げてみました。まだね、ちぎるの姿なんかはあんまり見えずに、ちょっと早いかななんて思いつつ、ただね、こういう感じのね、まあ小型クランクベイトっていう感じで投げたらどうかなと思ってね、一発目に、松本プロがですね、クランクベイト小型のものでラッキークラフトのやつだったと思うんですけども、 E サイズのブラックバスを釣り上げて、でその流れの中で、まあ、ちょっとした移動の時とかはスピナーベイトであるとかクランクベイトであるとか、そういったのを投げていきますよっていうね、そんな展開だったんですね。そんな時に、あ、これまあなんていうかクランクベイト的に使ったらどうかななんて思ってね、ポイポイ投げてみたところ、結構ね元気なバスが食いついてくれたっていうことで、というわけで、まあ動画の中でもねそんな感じで使っていたんですけども、これね、もう気軽に、なんだろう、クランクベイトとしてね、使う感じがね非常に使いやすかったなっていうところと、あとこの後ろのねこういうテールがついてるじゃないですか、これがね引っ張ってってくれてね、なんていうか投げやすいんですよね。スーッとね、飛んでいってくれる。それでもって、巻いてきた感じだとですね、まあ、どんどんこのリップを使って潜っていくんですけども、そこでこのやっぱりねテールがねグッとねちょっと止めたい時とかに踏みとどまってくれる。それとね、あとは、まあ、今回はねずっと巻いていて食ってきたんですけども、それとは別のタイミングで投げて潜らして止めておいた時、そんな時にねバイトがあったっていうのもねあったんですけども、そんな時もこの後ろのテールがねずっと止めていてもね、何かしらこうやってプリ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 ってね動いてくれるんですよね。なんでまあこのなんとも、クランクベイト的でもあり、小型ビッグベイトでもあるというか、まあなんていうか、まあね、こんなサイズのね本当ちぎるみたいなやつね、ブラックバス大好きだと思うので、そういうのがね結構競争に見えるなとか、そんな時にね、投げ込んでみたら結構ねこの後も大活躍してくれるんではないかなっていうことで、はい、早速使ってきてみました。で、ですね、動画の中はオリジナルのフックで、魚を釣っているんですけども、その後ね何回かね動画回ってたり回ってなかったりのところでね、でっかい魚かかったりしたっていうのもあって、その時に、ね、結構フックが曲げられちゃったんで、自分はねこういう感じで、ガマカツのですねショートシャンクのですねキャンキャンに刺さる針、これにね針を変えてみましたよ。で、まあ、サイズはねオリジナルと大体変わんない感じで付け替えられたかななんて思うんですけども、こんなバランスね、こういう感じでねちょっとねフックを変更して、あとはね、頭のところにちょっとバイトマーカー的にね、見やすいシールを貼ろうかななんていう風に考えております。はい、でね、今回使用したタックルはこんな感じ、新しいジリオンですね。これジリオンに、このねギア比がね 5.5 っていうねローギアの左巻きでね、これね使ってるんですけども、で竿はねこれ、メガバスのですね XOR シルバーシャドウ、ちょっとね、昔のですねシーバス用、まあボートシーバス用のですね、プラッキングロッドなんですけども、これがね、まあ、ブラックバスでも非常に使いやすいっていうことでお気に入りで使っております。まあねこんな感じのグリップがねたまらないでしょっていうことで、はい、こんな感じの組み合わせでございますね。これ早速活躍してくれたんで、またね、投げに行ってみようと思います。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、松本幸男塾、まあ、番外編っていう感じになりますかね、松本幸男プロのね、バックシートでこの今勝の新しいですね、ギルロイドミニ、これを投げてみたら、いいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、TV でした。また会おうぜ。